津津山辰宮付近を流れる綾川山、多賀付近の綾川綾川町は、香川県中部に位置する町。サヌキュドン発祥の地として知られる。のどかな田園地帯が広がり、町域を綾川が北流する。町内には、約60基の古墳や、推定200基以上の鎌跡がある。また、平安時代のサヌキ国の国士だった。 菅原道真ゆかりの辰宮天満宮では、辰宮の念仏踊りが有名である。町内の神社では、全国的にも珍しい親子姉妹が奉納されている。香川県内のほぼ中央に位置し、町域南方に、さぬき山脈が広がる。さぬき七富士のうち、二つを要する。綾川が北流する。大学。 短期大学高等学校中学校町内の中学校はすべて町立。小学校町内の小学校はすべて町立。近代化産業遺産に認定されている、辰宮駅町内の鉄道路線は、琴平街道沿いに高松琴平電気鉄道の琴平線が通っており、町役場への最寄り駅は辰宮駅である。1926年の開業当時の姿を残す。 辰宮駅舎は近くのことで、あ川橋梁と共に近代化産業遺産認定されている。綾川駅は、東駅辰宮駅間の4モール、綾川近くに2013年12月15日に開業した。他市町との連絡時間は、辰宮駅と高松市中心部の河原町駅間は約35分、辰宮駅と高松築港駅間は 約40分で下り方面の立宮駅とこと琴こと平駅間は約20分で連絡されている。一般国道は32号と377号、2本の国道が長域を通過し、幹線道路の役目を果たしている。32号は高松市とこと平町を結ぶこと平街道のバイパス道路として建設された道路で長域北部を 北東から南西に通過し、全線で4車線が確保されている。辰宮地区の沿線には、イオンモール、綾川など、大型交売店が多く出店しており、交通量も多い。377号は、香川県南部を東西に貫く道路で、町域南部を南東の高松市塩野江町方面から北西へ、丸亀市綾歌町方面へ通過している。2本の国道は、 町内では交差しておらず、町域の南北を連絡する主要道路としては、北の境出市方面や南の万能町方面に、通じる香川県道17号、府中つくり電線や、高松市国分寺町方面に通じる香川県道39号、国分寺中通線などがある。香川県道282号高松琴平線の、辰野宮橋は、土木学会線小土木遺産に選定されている。 高速道路町内に高松自動車道がわずかに通るがインターチェンジはない。最寄り IC は、辰宮地区に隣接する境で市府中町にある府中コピー A、スマート IC である。ETC を利用しない場合は、境で IC、もしくは、町東部では高松西インターチェンジや高松男子インターチェンジが近い。一般国道県道道の駅国道32号沿いに、 位置しているが、香川県道282号高松、琴平線側からも、うどを経由しての利用が可能。堀池のしだれ桜。ありがとうございます。